ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの富澤人です。瀬尾です。はい、ということで、本日はガンバ大阪特集ということで、はい、はい、ちょっとねガンバ大阪、まあ、前節引き分け、前々節も勝てずっていう、まあ、ちょっとね、まあ、なんかあのルヴァン FC 東京戦でジェリーユ川崎戦連勝して、はい、勢い乗るかなって思ったらちょっとここをね勝ち点落としてるんですけど、うん、ただ、まあ、あのゴールデンウィークにあの、まあ、鹿島戦があり、そしてその後大阪ダービーが控えてて、はいはい、で大阪ダービーもすごいですよ。チケットが今もう3万枚は売れてるっていうことで、そうそうそう、コロナ後でいうとあの一番っていうことで売り上げが、うん、なので、まあ、それがもうすでに確定してるんで、まだまだ多分売れると思いますし、はいはい、うん、なのでね、それに向けてかなり盛り上がってきてはいるんですけど、うん、ただまあ一個ねちょっと改善しておかないといけないポイントがあるというか、まあそのツイッターですごいね、もう議論サポーターの方が、そう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 、議論されていて、それを見かけたのが宇佐美選手の起用法についてっていう、おう、はい、なるほど、インテリオールでね今シーズンはポヤトスサッカーの中で使われてますけど、はい、でまあ基本的には左のインテリオールが多かったんですけど、横浜 FC 戦では右のインテリオールなんかで使われたりとか、はいはい、まあ、だから可変の仕方がねちょっと、うん、今までやったら左のインテリオールから前に出てたのが右のインテリオールから守備の時前に出るみたいな、なるほど、まあ、そんなねちょっとした変化もあったんですけどっていうところで、ただこれがちょっと宇佐美選手のね得意なプレーとか長所とかとマッチしてないんじゃないかとか、うん、結構ツイッターでいろいろ議論が上がってて、へー、そうなんですよ。でそれいろいろ議論上がった末に、いやでも俺たちサポーターよりポヤトス監督が一番見てるから、うん、それを見守ろう派もいたりとか、はいはいはい、いやいやいや俺の見てた宇佐美隆はこっちでしょみたいなのがあったりとか、うんうんうん、ね、かなりねいろいろ議論が上がってたんですけど、ちょっとまあだからあのまあまあいろんな議論上がるのは分かるんですけど、もうここで答え出させてもらおうかなっていう、あら答えはい、もうあの大きく出ましたね、全知全能の僕たちラジオイレブンで、おうおうおう、はい、あのもう答え出させてもらおうかなっていう、あらまあポヤトスを差し置いて、うん、もはや、はい、あの練習、普段の練習とか一切見てないですけど、多分僕らの方が詳しいんで、おう、うん、答え出させてもらおうかなっていう、なるほどうん、だってあの前回のねそれこそフロンターレ戦、はい、フロンターレ戦後の動画めっちゃねほんまに聞いてくださる方多くて、いやすごいありがたかったんですけど、その中のコメント欄でもね、やっぱガンバをここまで戦術的に詳しく話してくれるチャンネル他にないみたいな、そんなコメントがあったりとか、いやあれ嬉しいですね、いや嬉しい、そう、そんなコメントもあったんで、まあやっぱ期待されてるなってことで、ここは答え出した方がええんちゃうかなっていう、なんか良くない方向に走り出してる感がすごいですけど大丈夫ですか大丈夫ですか、このまま行ってだいぶ過信してるか、確かに、まあまあそれはちょっと言い過ぎたかもしれないですけど、けどまあまあ僕らなりに、はい、僕らの視点でちょっとね、まあいろいろ長所短所踏まえつつ、どの起用法がいいんかっていう部分をね話していけたらなって思うんですけど、あ、うん、ちょっとね、あのせっかくガンバサポーターの方がたくさん聞いてくださってると思うんで、はい、あのね、あの物申したいことがあるというか、物申す、はい、あの、あ、ラジオイレブン聞いてくださるガンバサポーターの方に、ほう、はい、で前回の動画ねすごいね再生数もすごい、僕らの動画の中ではすごい良くて、うんうん、すごいありがたかったんですけど、うん、そうですね、再生数っていう数字はめっちゃ良かったんですよ、うん、ただあの視聴維持率っていうのが出るんですよ YouTube で、はいはい、僕ら YouTuber の方で見れるんですよ、アナリティクスっていうのでね、はい、でどれぐらいの時間再生されたかみたいな、平均の再生の視聴の維持の時間みたいなの出るんですけど、はい、あの他の動画と比べてこのガンバの動画極端に短かったです、ね、短いんやでもしかしたら、ね、僕らのその内容に問題があったのかもしれないですけど、うん、いやけどにしてはその他とね比べた時短すぎるなっていうのがあって、はいはい、あの多分関西人気短いなっていう、あ、ここで現れてしまったうん、ここで出てる、もうその土地柄が、いやもう僕らもそれはね関西人は分かりますけど、はい、いやだからこれもうちょい最後まで聞いてくれっていう、うん、
はい、それはねすごい言いたいなっていう。なるほどね。うん、確かにそれはね、はい、っていうのもあるんで、ぜひ最後まで聞いていただいて、はい、でチャンネル登録の方ね、忘れ、前回ほんまにめっちゃたくさん、多分100人以上増えたんじゃない、うん、チャンネル登録して。いや、ありがたいですね。いや、ありがたいですよ。だからちょっとどんどんチャンネル登録していただいてっていう、はい、はい、そんな感じでやっていくんで、よろしくお願いします。お願いします。聞いてるあなたは観客から監督に、今日もサッカー指導者、そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。はい、ということで、宇佐美貴史選手の起用法について、はい、はい、話していこうかなと思うんですけど、うん、まあ、まずちょっとまあ今シーズンどんな感じで起用されてたかっていうのを振り返っていこうかなと思うんですけど、まあ、サクッとね、はいはい、振り返っていきますけど、まあ、基本的にはまずは左のインテリオールでっていう、プレシーズンからそれは使われていて、うんうん、でトレーニングとか、そうそう、でトレーニングとかではね、あの開幕前にちょっとジェバリ選手と鈴木武蔵選手が、トレーニング参加できない時とかにワントップのところで起用されたりとかっていうのもあったらしいんですけど、はいはいはい、まあ、ただ実戦で起用されていたのは基本的にはインテリオール、うん、で、あの、あ、開幕戦の柏戦の最後なんか5バックにして守り固めしようとした時にワントップだったとか、541のワントップ、はい、はいはいはい、そんなのありましたけど、まあ、基本的にはでもほんまに左のインテリオール、うん、で、攻撃の時には、まあ、基本的にはライン間が主戦場となるような、はいはいはい、ライン間で間でボールを受けて前向いてっていうのが主戦場になるようなポジションで、ただ守備になった時に、ガンバ守備の時には 4-3-3 から 4-4-2 になるような形、うん、なので、インテリオールのとこから、まあ、例えばフォワードがジェバリ選手な、ジェバリ選手の横まで、はい、だ前に出ていくっていう感じの守備をするっていう感じの起用法だった中で、まあ、ただ怪我があって、うん、はい、でその影響もあって、まあ、その間は石毛選手がかなりね出場機会を伸ばして、そうですね、はい、って中で、まあ、この間ちょっと、まあ、復帰しまして、はい、で、はい、またインテリオールのポジションで、直近の横浜 FC 戦ですと右のインテリオールに出てっていう、はいはいはい、大体そんな流れで、まあ、だからほんまにここまでで言うとね、あの例えば 4-4-2 の2トップの一角であったりとか、はい、まあ、あとは代表とかでよく見たのはウイング、左のウイングが一番多いですかね、サイドのイメージがありますね、はい、そうですね、そういったポジションが多かった中で、まあ、インテリオールっていう新境地、うんうん、で、起用されていたっていうところなんですけど、どうですかこのインテリオールでのプレー、まあね、いろんな意見がありますけど、はい、一番最初率直に宇佐美貴史インテリオールっていうのを聞いた頃の記憶とかってあります？このだ開幕前ですよ、はいはい、いやでもやっぱりどう思いました？はい、やっぱシュートは上手いですし、ドリブルも凄まじいもの持ってますけど、うんうんうん、はい、じゃあその結構ポヤトスのインテリオールでなんか特にこう細かいポジショニングだったりっていうその緻密さが求められる中で、いやそういう宇佐美選手ができるのかなっていうのはちょっと思いましたね、はい、なるほどなるほど、確かにそれはねすごい気になったし、あと僕は守備のところが大丈夫なんかなっていうのが一番最初思って、はいはい、なるほど、でね、ボランチ的な守備をしないといけない時もありますし、うんうん、それを宇佐美選手ができるのかっていうのすごい気になったんですけど、ただプレシーズンとか聞いてみるとフォワードの横に出ていく、ね、守備の時は役割だっていうのを聞いて、うん、あ、じゃあ大丈夫じゃないかっていうのがちょっと思ったというか、はいはい、あ、じゃあ大丈夫でしょってその時は思ってたんですよね、はい、ただここ最近ねかなりいろんな議論を巻き起こしてまして、お、はい、ちょっとね、まあ、その辺のね理由とかもつまみながら、うん、はい、ちょっと話していこうかなっていう思うんですけど、まあ、まず宇佐美選手の特徴ですよね、はい、どうですかこの選手の長所でいうとどんなところがあるっていうふうに瀬尾くんに映ってますか。まずはシュートですかね、僕が一番思うのは、はい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 、やっぱり他の日本人では打てないようなシュートを持ってて、うん、はい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 、まあ、スピードもしかりコースもしかり凄まじいものを持ってるなっていう印象があります。
確かに。あとはまあ打つタイミングとかもなんかもう振りが早いっていうのがあって、ひさしたのあのスイングがね、多分キーパーからしても、キーパーとあとマッチアップしてるディフェンスからして、タイミングはね、足出しづらい、キーパージャンプ反応しづらいっていうね、はいはい、そんなシュートを持ってるのがまず一つ。まあ、だからキックですよね、シュートも含め、うん、クロスもそういうキックがかなり長所なんかなっていうのと、まあ、あとは僕が思うのは崩しですね、うん、どっちかというともう相手のゴール前3分の1のところ、はいはい、ピッチの3分の1の相手のゴール付近のところで、まあ、創造性を出せる、うん、結構ねこの創造性っていうかその崩しの部分って、ね、いろいろサッカーこうした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかっていうセオリー化されてる中でね、はいはい、かなりまだまだ言語化しづらい部分であるんですけど、そうですね、ただなんかその一瞬のひらめきアイデアみたいなのは、うん、間違いなく持ってる選手というか、うん、実際それで横浜 FC 戦なんかでもゴールはね、後半決まらなかったですけど、やっぱめっちゃチャンス作ってたのは宇佐美選手のね創造性の部分はすごい大きかったと思いますし、うん、やっぱ彼はそこが素晴らしいんじゃないかなっていう、はいはい、うん、風には思いますし、あともう一つ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、もう一つ挙げるとすると、あのなんかゴール前でのスルスル感わかりますするなんか前向いてなんかスルスルスルって抜けていくドリブルのやつ、わかります、だから、開幕のレイソル戦なんかもそうですし、ちょっと前のフロンターレ戦とかでもあったから、うん、なんかああいうスルスルドリブル、そうですね、あれが一番体すらも触らせないみたいな、うん、そうですね、感じでなんか、はい、前向いてなんか対峙するディフェンダーとの1対1で仕掛けるみたいなのよりも、なんかああいう狭いところで受けて飛び込んできた相手をスルスルってかわすみたいな、うんうん、そういうドリブルが得意というか、特に、まあ、ここ数シーズン、はいはい、まあね、年齢とかもあってやっぱりそういうスピードで剥がすみたいなのがなかなか難しくなってくる中で、うん、ああいう飛び込んできた相手を剥がす、で狭いスペースでっていうのはやっぱり彼の特徴だなっていう、はいはい、なのでああいう狭いスペースでボール受けるっていうのが、受けてそこからのオンザボールのプレーっていうのは間違いなく得意だなっていうのを思っていて、うん、でちょっと逆にね短所の部分をね、はい、話していこうかなって思うんですけど、はい、まあ、ツイッターでね僕が見かけたのは、その宇佐美選手はその誰にでもできないプレーができるけど誰にでもできることが意外とできないみたいなね、はいはいはい、意見も見て、まあ、確かにそういう面もあるなとも思いつつ、けど意外となんかやっぱりポヤトスのインテリオールむずいじゃないですか。まあまあまあ、うん、そうですね、だからそうなんですよ、だからあの宇佐美選手がダメだからできないっていうよりは結構誰でもできない、うん、うん、ただできてるんが、あの石毛選手が結構なんていうやろ、ポヤトスっぽいインテリオールの動きをするんですよ、はいはい、だからやっぱそこと比較して物足りないなって感じる。だって開幕当初は別にそこまで言われてなかったんですよ、宇佐美選手インテリオールダメだっていうのは、うん、点も取ってたし、ただ石毛選手出て戻ってきてからの宇佐美選手は結構ねそういう声が増えてきていて、ちなみにそのポヤトス、はい、っぽいインテリオールの動きっていうのは、あ、どういう動きですか？いい質問ですね。いい質問しますね。あ、ありがとうございます。まずじゃあ、まあまあ簡単な方から言うと守備の方から話しますけど、はいはい、守備で言うと結構宇佐美選手でありがちっていうか、うん、なんていうの、メッシとかでもよく見ますけど、はい、なんていうの、守備のスタートポジションは結構普通に。守備ブロック4-1-4-1みたいな感じの、その、まあ、横のだダワン選手と横同じぐらいのラインにいるみたいな、うんうん、インテリオールがその2トップ化するっていうよりも普通に中盤のラインに立ってるみたいな、そっからけど相手がビルドアップしてきて前進してきた時にその止まってたら勝手に2トップの位置になるじゃないですか、相手の最終ラインが前に上がってきて、うんうん、で自分が下がってったらそのまま中盤ラインで下がっていくことになるんですけど、止まってたら自然と自分たちのディフェンスライン下がってって、けど自分は止まってるんで一番前のラインにいることになるじゃないですか、はい、そのワントップの選手もこう下がりながら、そう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 、だんだん横並びになるってことですよね。そう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 、宇佐美選手は止まってるから下がってくるフォワードのとこと横並びになるみたいな、はいはい、なんかそんな感じの守備で 4-4-2 に改変するんですけど、これだとあのセンターバックに対してプレッシャーかかるのが遅いじゃないですか、うん、
とか、あとアンカーに相手のアンカーとかボランチに対しての制限がかけづらかったりとか、はいはい、でこれがうまいのがやっぱ石毛選手で、なるほど、ツートップの守備になるようにスッと前に出ることもできるし、うん、あとは相手のアンカーを消すような形でなんか 4-4-1-1 みたいな守備、はいはい、要はボランチダバリ、あダワンジェバリ、あダワンネタラビが並んでて、うんうん、その一個前に石毛選手いて、で前にフォワードいるみたいな形になったりとかっていうのを、かなり状況とか、その日のゲームプランによってプレーをできる、うん、守備の分で。ただ宇佐美選手はそこのプレッシングのところでなかなか合わなかったりする、なるほど、っていうのが一個あって、でまあまあここはちょっと一旦いいんですよ、はい、まあまあまあとプレースタイルがあるんでまあまあよくて、うん、けどできてほしい部分はあって、それは攻撃の方で、はいはいはい、でまあポヤトスのね、インテリオールに求められることみたいな話なんで、そこに続けて話しますけど、ポヤトスのインテリオールはやっぱりまずはライン間にいてほしい、うん、要は相手のフォーバック、まあ相手が 4-4-2 だとしたら、その4と4の間、うん、もうちょい言うと相手のセンターバック、サイドバック、ボランチ、サイドハーフのこの四角形、4人の立ってる四角形の間にいてほしいんですよ、うん、で横浜 FC 戦の前半なんかすごい顕著で、例えば杉山選手がサイドの高い位置に張っていて、そこにボールが入った時、はい、に杉山選手が前を向いて、自由にプレーできる機会ってほぼなかったんですよ、まあ、何回かありましたけど、うん、でやっぱりそれってなんでかっていうと、相手の左サイドバックの選手が杉山選手にガツガツ行きやすいんですよ、はいはい、でなんで行きやすいかっていうと、その四角形のところに、まあ、ハーフスペースとか言われたりしますけど、はい、ここに宇佐美選手がいないことによって何も気にすることなく、もう杉山選手だけに集中してプレスに行けるっていう、うん、それがあるんで、だからまずはそのスペースにいることはすごい大事だと思うんですよ、はいはい、でさらに言うと、その上でそっからライン間にいても相手がコンパクトだとボールが出てこないじゃないですか、うん、の時とかにちょっと落ちたりとか、はい、要は、まあ、瀬尾くんが好きな言葉で言うと現れるっていうやつですよね、現れる、はい、現れる、いいですね、現れる説明してもらってもいいですか現れるを説明しますね、じゃあ今から、はいはい、現れるの、まあ、対義語、はいはいはい、対義語あるん、反対の言葉はいるなんですよ、もともと、おお、はいはいはい、なるほど、もともといるのと現れるのとではこうやっぱマークの疲れ方だったり、はい、うんうんうん、っていうのが全然変わってきますし、はいはいはい、っていうので、まあ、いるのではなく現れろよっていうのはこうよく思いながらサッカー見てるんですけど、うん、はいはい、いやもうまさにそうで、宇佐美選手ね、難しいですよ、現れるのって難しいですよね、うんうん、難しい、でそれが前提としてある上で、宇佐美選手のよくあるのは結構ジョグ しながらずっとプレーするみたいな、なので、うん、結構相手がずっと捕まえられてる状態になったりとか、なるほど、あとサッカーでそのよく起きがちな勘違いとして、そう難しいんですよ、難しいですけど、サッカーでよくありがちな勘違いとして、なんかそのマーク疲れてたらパスもらえないみたいな、うんうん、でもそうじゃないというか、うん、マーク疲れていても、例えばちょっと体向き作るとか、あとは相手から遠い方の足なら受けれるとか、うん、あとはパス出せるタイミング一瞬ね、マークを外すような動きをして受けるとか、やっぱそういう機会はもうちょい作ってほしい、なるほど、はい、あともう一個あるのが、まっすぐ降りるシーンが結構多いんですよ、宇佐美選手、うん、でなんよく見ると思うんですよ、例えばセンターバック持っててまっすぐ降りて宇佐美選手もらって、それをワンタッチでもう一回センターバックに戻すとか、はいはい、これ結構ね、ちょっと前までは J リーグとか7減ってはいるんですけど、 J リーグとか多くて、けどもう今は多分ちょっとずつ減ってて、で海外サッカーとかだとあんま見ないというか、このまっすぐ降りて、うん、バックパスっていうのは、でなんでかっていうと、多分ねこれ、まあ、一個メリットがあるとすると、このパスしてる間にまあ、ちょっとリズムができる、パス 1-2 ってつないで、なんかボールの動かし方にテンポ感が出るっていうメリットはあると思うんですけど、はい、やっぱりデメリットとして、このバックパスをスイッチに相手がプレスをかけやすくなるっていう、うん、このデメリットがあるんですよ、ね、でポヤトスのサッカーってやっぱりゆっくりボールを動かしたい、もちろんね目的はゴールを目指す、シュートまで行く、ゴールを奪うっていうことなんで、なのでゆっくりボールを回すことが目的ではないんですけど、ただやっぱりゴールを目指す上で
一個の手段としてそういうゆっくりボールを動かすっていうのがある中で、こうやって相手が早くプレスをスイッチを入れちゃうっていうきっかけを作ることによって、うん、攻撃のスピード感も上がってしまう可能性がありますし、目指したいサッカーとそこはやっぱ合わない部分もあるんで、はいはい、なのでこのまっすぐ降りるっていうプレーがあんま良くなくて、どっちかというと斜めに降りるとか、うんうん、体の向き作って、だからボールホルダーの方に体の向き向いてるけど相手も同一視できるような感じで降りるとか、はいはいはい、うん、なんかそういうイメージでやっぱボール蹴れないと多分インテリオールむずくて、やっぱだからダワンとか、まあインテリオールじゃないですけどネタラビアやっぱうまいんですよ、こういうのが、うん、多分プレイ見てたら分かると思うんですけど、こういうのを注目して見ているとっていう部分があるので、多分やっぱり、ツイッター上でもね、やっぱインテリオールきついんじゃないかっていう方は多分こういうのも見てね、意見が出てるんじゃないかなっていうのは僕はすごい見てて思ったかなっていう。なるほど、まあ、すごいざっくり言うとも個人戦術っていうところですよね。そうですね、そうですね、はい、すごいざっくり言うと、うん、っていう部分。ただやっぱりそれをかき消すぐらいの長所があって、うん、で多分ポヤトスって徳島でかなりビルドアップを仕込んでっていう中で、はい、けどやっぱ引き分けが多かったりとか、あとはゴール欲しい場面でゴールが取れなかったりとか、うん、っていうのがあったわけじゃないですか。でそれがやっぱり多分タレントの不足というか、うんうん、やっぱタレントで解決してほしい部分は、もちろんポヤトスが設計してこうやってゴールを奪うんだっていうのがあったとしても、やっぱりそれだけではゴールが決まらないのがサッカーなんで、うん、そうですね、あと、はい、タレントで解決してほしい。じゃあタレント誰だってなった時に、やっぱりガンバ大阪でいうと宇佐美貴史っていうのは、うん、かなり重要な選手なんで、なんかここはすごい大事かなっていう、なるほど、ふうにはポヤトス自身も思ってるんじゃないかなっていう、うん、うん、でですね、はい、いよいよこんな感じで、まあ、ある程度宇佐美選手の特徴、長所短所とか、あ、長所短所っていうのはだからポヤトスの戦術における長所短所を話した上で、はいはい、起用法どうなのっていうのを話していきたいんですけど、うん、まあ、3つ話していきますね。インテリオール、ウィング、フォワードを3つそれぞれ話していくんですけど、はい、まず今やってるインテリオールに関して言うと、うん、僕は条件付きでもっとできる可能性はあると思っていて、うん、何かっていうと、あのジェバリとの併用は結構難しいんじゃないかなっていう。なるほど。要は鈴木武蔵選手とのあれなら、まあ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 というか、っていうかシーズン開幕して最初のあんまり宇佐美選手インテリオールきついでしょっていう声が少なかったのって、鈴木武蔵選手とのセットだったからだと思っていて、はいはい、要はジェバリってあのオフザボールめっちゃいいんですよ基本的には、うん、ただ、裏抜けの回数がそんなに多くなくて、はい、でこれ言うと、いやいやいや湘南戦のゴールとか裏抜けだったでしょみたいなね、っていう声も出てきそうなんですけど、うん、あのボールを奪った瞬間とかカウンターの局面においての裏抜けはめっちゃいいんですよ、はい、ただビルドアップゆっくり攻めましょうっていう時は基本的にやっぱ足元に落ちる動きの方が多くて、うん、でそれもしてほしいんですけど、それプラスでどっかのタイミング裏抜けするっていうのが多分フォワードでは大事で、これの回数がちょっと少ないことによって宇佐美選手は出し手が少なかったりとか、あとは、まあ、ライン間で受けれるんでジェバリが、その分宇佐美選手がどこいていいのみたいな現象になることがすごい多いんかなっていう、なるほど、 あとはあのクロスのシーンでもジェバリ結構ニヤに突っ込むっていうのが少ないんですよ、うん、なんかファーに待ってたりするんですよ、はいはい、まあまあ、でそうするとやっぱ宇佐美選手の、ね、そう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 、だからこれニヤに突っ込んでくれたらマイナスの宇佐美選手とか空いてきたりして、はいはい、よりゴールに、ね、奪うシーンとかできると思うんですけど、結構ジェバリそれしないんで、これどっちかというと鈴木武蔵選手が突っ込んでくれるんですよ、うん、なのでここの併用がちょっと今のまま、もちろん全然改善する可能性あると思うんですけど、うん、結構ね、いやポヤトスとかしっかり改善してくれると思うんで、うん、大丈夫だと思うんですけど、ここはちょっとね一個ネックになってるポイントかなっていう風に僕は見ています。なるほど、はい、って感じですかね。で次ですね、どっちからいこうかな、ウイングからいきましょうか。はい、ウイング起用、ウイング起用に関して瀬尾くんどう思いますか。そうですね、でも、まあ、ポヤトスの感じからしてあんまりいけるんじゃないかなっていうふうにも思ってるんですけど、はい、僕はどっちかというと肯定的 な,
どういう面でですか？と、まあ、ポヤタス監督の、まあ、433の中で、まあ、基本幅取るのって、幅と高さ取るのってこう、はいはい、ウイングになると思うんですけど、そうですね。で、まあ、左のウイングに宇佐美選手が入ったとして、もちろんその役割やらせてもいいでしょうし、うん、そこからチャンスメイクとか、はいはいはい、内側抜けで石毛選手とコンビネーションしたりとか、はいはいはい、全然ありですし、なんならもう そのポジションから解き放ってあげて、はいはいはい、左の幅はじゃあ黒川選手に任せましたっていう形を取って、はいはいはい、こう、じゃあワントップの選手だったり、中盤の選手と宇佐美選手がこう、連携するっていうのも、うん、っていう形もありなんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、どうでしょうか。いや僕もまさにそうだと思っていて、 ありがとうございます。だまあ要はほんまにこれも条件付きだと思っていて、はいはいはい、今のガンバの左ウィングの役割っていうわけではないんですよ、うんうん、だ要はまあどっちかというとファーランの選手のやってるような感じ、うん、内側入ってきたりとか自由に、はいはい、もっと自由でもいいと思うんですよ。もっと内側入って黒川選手に幅任せるっていう、だからまあそれすると黒川選手のね労力エグすぎてちょっと怪我が怖くなってきたりはするんですけど、まあ、だからそういう意味では左っていうのもありですし、まあ、一個では懸念点としてはやっぱり守備ですよね、うん、守備が、まあ、普通に左がねその守備の時に 4-4-2 の普通にサイドハーフの守備の役割になるんで今でいうと、はいはい、だこれがねできるのかどうかっていう結構、守備の労力はあるというか、でやっぱりちょっと松田浩監督の頃の面影っていうのは僕は残っていると思ってて、はい、そういうゾーン守備の時のサイドハーフの守備っていうのは、うんまあ、特にファン・アラーノ選手だったりとか、まあ、最近なかなか出場機会ないですけどメッシの選手とかはやっぱりいいですし、はいはいそういう選手たちを見てきたあれからするとできるのかなっていう、うん、そこの不安心配みたいなのあるんですけど、けどそれもちょっとねなんていうんだろう、例えば後の選手をダワン・ネタラビーファン・アラーノとかに並べて守備のウェイトを彼らにちょっと多くしたりとか、うんまあ、あとは石毛選手なんかも使った守備の役割十分こなしてくれると思いますし、宇佐美選手がより攻撃に集中できるように他の選手を守備的な、まあ、だから、ワールドカップの時のメッシの役割じゃないですけど、はいはい、そういう感じでね、まあ、あの時もマーク・アリスターがいてデパウルがいて、うんね、そういう選手たちがエンソ・フェルナンデスがいてそういう選手たちが走り回ってたわけですから、うん、なんかそういう感じでねでやるのも一個の手なんかなっていう。なるほど。ウイングで言うとそうですね。はい。まあけどやっぱサイドでのクロスとか彼の持ち味ですから。うん。そっから内入ってとか、うん、そういうのも見たいなっていう。でラストフォワードですね。フォワード起用。フォワード。言ってました僕は。言ってましたね。はい。宇佐美貴史、あもうポヤトス監督が就任するかもって言い始めてたぐらいから宇佐美貴史がポヤトスの中で生き残るならフォワードだろっていう。はいはい。宇佐美貴史ベンゼマ化計画すべきだろうっていうこれを僕はもう言い続けていました。だから要はフォワードそのジェバリとか鈴木武蔵になれっていうわけではないんですよ、はいはい、もうほんまに自由にだもうゼロトップぐらいの感じでよくて、うん、いやフォワードはいや下がっちゃダメだろうっていう意見のね方もおられると思うんですけど、はい、いいんですよ。いいんです。はい。もうこれよくて、うん、その分インテリオールであったりウィングがどんどん裏抜けするっていう、なるほど、そういうのがあれば全然できると思います、はいはい、でその中でゴール前に入ってくる、である程度だから自由を与えれると思うんですよ。インテリオールだとやっぱ自由与えすぎるともう配置変になっちゃうん で、うんうんうん、でそれによって守備ネガトラ、攻撃から守備の切り替えの時とかにかなりね割を食うというか、うん、縦パス刺されてそのままひっくり返されてボール持つ時間短くなっちゃうとかっていうのになっちゃうんで、うん、だそれはねあんまり良くないですけど、やっぱフォワードだと結構自由にやってもそこは なんとなくね、守備の局面になっても大丈夫というか、はいはい、部分もあるんで、でやっぱ彼の特徴を考えた時にゴール前でのね仕事ができるっていうのは一番強みですし、うんうん、それはねすごいあるんじゃないかなっていう。であとまあ付け加えると、まあ、僕ずっと言ってますけど、ずっとっていうか、まあ、言ってたのがその宇佐美選手フォワードの鈴木武蔵選手ウィング起用、はい、これ多分ね多分ガンバサポーターの方からしたらお前何言ってんだよってなると思うんですよ、うん、けど徳島の頃これっぽいことやってますもんねポヤトス監督。確かに
藤尾選手でサイドハーフで起用してっていうのをやってましたもん、はいはい、フォワードの選手をサイドに起用して、うん、結構内側入ってくるような感じ、内側っていうかもうちょっとストライカー的なね、斜めに入ってくるような、うん、感じのをやっていたん で鈴木武蔵選手ってそっちの方が得意だと思うんですよ、うん、真ん中で背負ってっていうよりは裏に抜けて斜めに走ってっていうのが得意だと思うんで、はいはい、だここの補完性めっちゃ合うんですよ。なるほど。だからこれあり、だから宇佐美選手フォワード左、鈴木武蔵選手で、もう一個意味わからんこと言うと、僕ずっと最近言ってるのが、黒川選手の右ウィング起用。おもうここまでいったらさすがに怒られるかな、さすがにさすがに。いやけど僕これもちょっとロマンを感じていて、はい、ブライトンのソリーマーチになれるって言ってるんですけど、もともとね左のサイドバック、まあ、左のウィングバック的なキャラクターの選手を右のウィングで使うっていう、うん、ね、こんなんもちょっと見てみたいなと思いつつ、まあまあちょっとこれはね行き過ぎなのあれですけど、けどやっぱ宇佐美選手のフォワードは僕めちゃくちゃ彼の長所とか考えた時に間違いなく合うだろうっていう、うん、まあただその分ね、そうなってくると、いやジェバリベンチ置くんかとかなってくるんで、はいはい、ね、ジェバリも、ね、だコンディションがね、このラマダンがあったんで、ラマダン、そう、ただラマダン抜けました。なので今後ね上がってくる可能性あると思うんですけど、ただジェバリね、めっちゃいい選手なんですけど、はい、過去のその海外他のねデンマークのリーグとか他のリーグでの実績見て、うん、そのめっちゃ点取ってる選手じゃないんですよ。確かに。そうなんですよ。だから J リーグもしかしたら爆発するかもしれない、まあ、はいはい、わかんないですけど、ただめっちゃ点取る選手ではないんで多分、うん、だからその辺も含めてで、宇佐美選手とか鈴木武蔵選手はめっちゃ点取ってた頃あるじゃないですか。そうですね、実績はありますね。そうなんですよ。なので、なるほど、やっぱそこをうまく活用するっていうのは大事なんじゃないかなっていうのは僕個人的に思っていて、はいはい、うん、なのでやっぱこういうね起用の仕方も一個あるんじゃないかなっていうので今回ちょっと話させてもらいました、うん、はい、どうですか。いやでも確かに、あ、いやでも難しいですねそこら辺も。うん、難しい。そうなんですよね、まあ、ガンバ的にはもうなんか外すっていう選択肢にはならないですよね多分。多分そうですね、元気なうちは。うん、やっぱシンボルですし、なかなか、うんうんうん、その中でうまく最適解見つけてほしいところですけど。そうですね、ただやっぱあのインテリオのポジション石毛選手もいいですし、僕は山本理人選手もめっちゃいいと思ってるんで、うんうん、いやだからかなり熾烈というか。なるほど。うん、だからこの大阪ダービーでねどうするかっていうのは、 いきなりね、まあ、その前のもちろん鹿島戦もあれなんですけど、うん、いやだから結構大事なんですよこの連戦。ダービーでゼロトップかましてきたらどうしましょう。いやいや、もういやけど好きなるよポヤトス僕は僕はポヤトス、いやもう元から好きやけど、ほんで元からさらに、うん、さらにね、うん、でなんか結構宇佐美選手のねなんかちょっと短所とかなんか話しちゃいましたけど、はい、めっちゃ好きですから、うん、なんか なんていうかその、いやなんか現れるとか、 なんか話してましたけど、ま、うんうん、っすぐ降りて受けるとか、はい、はい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 、 そうやって受けたら、まあもちろん相手は守備しやすいっていう話しましたけど、はいはいはい、そこをどうにかしてきたから宇佐美隆史なわけで、いや確かに、いやマジでそう確かに、 そのもらい方をしてなかったら宇佐美隆史には多分なってないんで。なるほど、だからその分ね、絶対相手のプレッシャーきついですからね、まっすぐ受けたら。ユースの頃とかそういうのを抜けてきたから、はいはいはい、ああいう彼になったっていう。そうですよ。あるんで、じゃあここでもしこう個人戦術とかを身につけたらもう最強になれるっていう。うん、いや間違いないです。だからもう、うん、あの小学生の頃のチーム、僕宇佐美選手と一緒でしたけど、はいはい、ね、めっちゃドリブルするチームですから。うんうん、長岡京 SS は。なるほど、はい、だからそこで育った選手、そこから生まれてね、そうです。いやなので、はい、ちょっともうほんまにね、やっぱ7番キャプテンとして、うん、その多分覚悟を見せるべき時というかサポーターに対して、うんうん、誠意を見せるべき、覚悟を見せるべきタイミングだと思うんで、やっぱ結果で黙らせてほしいなっていうか、うんうん、まだ宇佐美隆史ちゃんとをねみんなで大声で歌えるようにね、はい、いや頑張ってほしいなっていう、うん、
そんな一心でちょっと今回こんな動画を撮らせてもらいました。はい、はい、っていった感じで今回終わります。はい、エンディングです。ラジオルイブンはツイッター、インスタグラムやってるのでフォローよろしくお願いします。お願いします。特にツイッターはかなりいろいろガンバに関してもツイートしてるんで、はい、フォローよろしくお願いします。概要欄に貼ってあるんで、はい、お願いします。いやーてな感じで話していきましたけど、ほんまはね、あのこの動画を撮る前に一本ちょっと僕の個人ラジオを撮ろうとしてたんですけど、うん、ちょっとマニアックな内容で撮ろうかなって思っていて。どういった？ポヤトスの試合前インタビュー、試合後インタビューの楽しみ方っていう動画。おお、マニアック。めっちゃマニアックや。っていうね、いやいやいや、これ一番楽しいですから、ほんまに。多分ね、そのちょっとそのなんていうの、戦術の分析とか好きっていう方って、うん、めっちゃポヤトス、どっちかというとその普通のサポーターより肯定派というか好きな人が多いと思うんですけど。はいはい。それはやっぱインタビュー見てるからっていうのは何割かに含まれてるというか、うんうん、あのインタビュー見て、うわこの監督一貫性あるな、戦術的やなっていうので好きになってる節もある、はいはい、そんなインタビューの楽しみ方についての動画を撮ろうと思ってたんですけど、いや、そうやな、うん、どんぐらい需要あるか分かんないですけどね。ただまあちょっと先にねこっちの話題が出たということで、はい、はい、撮るべきかなと思って話していきましたけど、いやー勝ちたいね。もちろんダービー僕も行きますけど、はい、スタジアム僕も行こうかな。おー、いやけどチケット取んの大変よ。早く取らな。勝て6、勝てもう上層しか残ってない多分。仮想、あー勝て6は残ってんのか。だからセレッソ側の仮想ですね。でもまあいいスタジアムですからね。何どういうこと。どの席に見てもね、あー、はいはい、あーマジで楽しめるスタジアムですから。確かに確かに、ぜひぜひ、はい、いやもうみんなでやっぱ楽しみに行きましょう。もういやー久しぶりにそんな満員のスタジアム、パリ戦とか僕見に行ってないんで、満員のほんま久しぶりな気がする。いやー楽しみですね。うん、いやぜひぜひ。あ、ちなみに僕観戦今シーズン今1勝2分けなんで勝ち越してます一応。負けてないですからね、無敗で、はい、そんな僕が行くんで、はい、無敗の僕が行くんで、ぜひと買っていただいてという感じでよろしくお願いします。はい、といった感じで終わろうと思います。ここまでの相手は富崎とセオでした。バイバイ。バイバイ。